はい、本日はですね、上流が早い京水道の公開ということでですね、前にも話したと思うんですが、上流が早い海域、日本にもいくつかありましたよね。そして、上流が早いということは、ほとんどがですね、京水道、この幅が狭い、区間にもなってきます。でそういったところでどういったことに注意しながら、船員さんたちは後悔していかなくてはならないのかということについて、話したいと思います。まずですね、大きく8つのこと、8のことを話していきます。大きく8つですね。まず、1つ目と2つ目ですが、まずですね、航海、船を出航させる前にですね、あらかじめしておかな、しておくべきこと、それ、の、ものになるんですけど、水路紙の調査ですね。水路紙というのは海の一番頼りになる魚場紙と言っていいぐらい、結構いろんな航路の情報、詳細な情報が書かれているんですよね。ですから水路紙をあらかじめ見ておくべきことというのが非常に大切になってきます。あとはですね、潮流を調査すること。まあこれは航海するにあたって必ず、まあ、この2つをですね、狭い水道を潮流が速いところに行く場合でなくても、まあ、やる基本中の基本になってくるんですけど、まあ、当然潮流を、まあ、何時に満潮になって何時に干潮になってそして何時に流速が速くなって最も速くなって何時に流速が落ちるのかということなのですね、潮流のことについては詳しくですね調査しなくては調査してから出航しなければなりませんよということですね。そして3つ目なんですが、まず更新目標を定めるとありますが、航行中にですね、目の前に何か目標となるものをあらかじめ決めておいて目視でですね、それを見ながらそこに合わせていく、コースを合わせていく、ずっとコンパスの針を例えば90度で航行しています、ずっと91になったら90度に戻す、89になったら90度に戻す、ずっとコンパスの針を見るんじゃなくて常にですね目視で外の景色をずっと見ておくっていうことですね。まあそれは通常の航海中も当然大切なことになってくるんですけれども、その時にですねやはり更新目標をもうあらかじめ目視で決めておけば周りの景色も同時にずっと見ることができますし、まあ安心してそのコース上を行くことができるようになります。更新目標をあらかじめ定めておく、もう自分の中で決めておいても全然大丈夫だと思います。次ですね、目標を定めるとあるんですが、これもですねこれと同じように目標を決めておくということですね。更新目標を定めた、そしてですね、変身点と呼ばれる、まあ道路でいう、まあ、曲がり角みたいな信号みたいな感じなんですけど、そこをあらかじめ、まあ、変身点というのは、常に決めてあるんですね、航海計画中に。で、その時にですね大体、まあ、灯台を何度に見てあこう変身するとかですね、まあ、その時に、まあ、コンパスを見てあの灯台が60度になった、だから変身しようという風になるんですけど、まあ、そういう手間を省くためにですね、例えば左舷西洋、右舷西洋、船の真横にこういう物標が来たら、
変身しようなどをですね、こうもうコンパスを測らないようにすごい分かりやすい変身目標を定めておくというのがすごく大切になってきます。次678ですね。スタンバイにするということですね。まあ、スタンバイどういうことかというと、まあ、例えばですね、車でいう、最近だとアイドリングストップあるじゃないですか。まあ、エコのためにですね、例えば信号で止まったら、まあ、エンジンが落ちるというか、消えますよね。でまたこう青になったらエンジンが再びブロロンと動いて、発進するといった、まあ、エコの取り組みですよね。そういうふうにそういうふうな、まあ、エンジンをですね、まあ、エコモード、まあ、これ例えばですけどね、エコモードみたいなのは船には、まあ、実際ないんですが、潮流が速い、強水道というのを、航行するわけですから、やはり、潮の流れが速い、あとは、水道の幅が狭いですから、座礁したりする危険が、リスクが増えてきます。そうなった場合ですね、いつでもエンジンをスタンバイにしておいて、船の速度をですね、常に落とすことができる、また上げることができるようにエンジンを常にスタンバイ状態にしておくこと、これが通常の航海と違うことになってきますね。見張りの増員ですね。まあ、これ単純に見張りをするもの、双眼鏡で見張りをするもの、まあ、見張りというのは双眼鏡で遠くのものを見て、見ると、あとは目視ですね、まあ、近く、まあ、目視で見える範囲のことはしっかりと見張りを行う、まあ、それは、大体ですね、普通の商船だと、まあ、見張りというだけの職務内容の専属の見張り専属の、そういう船員さんというのはいないんですけど、まあ、航海士が操船しながら見張りを同時に行うというんですけど、まあ、そういう強水道で潮流が速いところになってくると、他の、通常航海している人数に加えてですね、まあ、何人か数人見張りを増員させて、まあ、そういう見張りだけを行う人も、まあ、数がいたらの話なんですけども、船員の数がですね、まあ、いる場合はですね、しっかりと見張りを増員してあげる、増やしておくということは、まあ、航海上ですね、すごく安心して航海できると思います。そして最後の8つ目になるんですけど、法令遵守ですね。やはり海にも様々な法律があります。まあ、法律の詳細についてはですね、また今後動画に上げていければと思うんですけども、法令遵守、やはりこの水道管ですね、まあ、航路があるところだったり、もしくは航路がなくて、まあ、航路というのは、まあ、海の、まあ、決められた道路みたいな感じなんですけども、そういうのがあった場合は当然その航路に関しての法律がいろいろ決まっているわけですね。例えば、船の速力こんぐらい以上は必ず出してくださいよ、そしてこの航路に走る場合は必ず右側通行ですよなど、いろんなさまざまな法律が決められているわけですけども、それは必ず守らなければならないよと、まあ、これは基本中の基本なんですけど、まあ、こういう危ないところを航行するときはですね、徹底してまず見直していかなければならないということなんですね。ざっとですね、この8つのことは、必ず必要になってくる、基礎中の基本中の基本ということになりますね。